長つをはいたねこペロウむかしあるところに3にんのむすこをもった粉ひきのおとこがいました。 この粉引きの男は貧乏でしたから死んだ後で子供もたちに分けてやる財産といっては粉引き臼を回す風車とロバとそれから猫一匹だけしかありませんでしたその中から一番上の息子が風車をもらい二番目の息子が ロバをもらい末の息子が猫をもらうことになりました末の息子はこんなつまらない財産を分けてもらったのですっかりしょげかえってしまいました兄さんたちはめいめいにもらった財産をいっしょにしてはたらけば立派にくらしていけるのに。 僕だけはまあこの猫を食べてしまってそれからその毛皮で手袋をこしらえるとあとにはもう何にも残りゃしないお腹が減って死んでしまうだけだ末の息子は不服そうにそう言いましたすると そばでこれを聞いていた猫は自信満々にこんなことを言いました。旦那、そんなご心配なさらなくてもようございますよ。私に一つ袋をこしらえてください。それからどこへでも駆け抜けられるように長靴を一足こしらえてください。そうすれば、 私がきっと旦那を幸せにしてあげますよ。ねえそうなれば旦那はきっと私を分けてもらったのをお喜びになるに違いありません。末の息子は猫の言うことをそう大してあてにもしませんでした。けれどもこの猫がいつもネズミをとるときに 後ろ足で針にぶら下がって、小麦粉を破って死んだふりをして見せたりして、なかなかずる賢い技をしているのを知っていたので、もしかしたらという期待を込めて、とにかく猫の言うままに袋と長靴をこしらえてやりました。猫は早速、 その長靴を履いて袋を首にかけましたそして二つの前足で袋のひもをおさえてなかなか気取った格好でうさぎをたくさん放し飼いにしてあるところへ行きましたそこで猫は袋の中に拾った人参を入れて 遠くのほうへほおりだしましたそこからふくろのひもをながくのばしてそのはしをつかんだまましんだふりをしてじっとようすをうかがっていましたこうしてまだよのなかのうそをしらないわかいうさぎたちがなんのきなしに 袋のなかのものをたべにもぐりこんでくるのをまっていました。あんのじょもうさっそくわかいうさぎが1ぴきそのふくろのなかへとびこみました。ねこはここぞとすかさずひもをしめてそのうさぎをつかまえました。 そうして猫はウサギがはいったそのふくろをぶらさげてはなたかだかと王様のおしろへでかけていきました猫は王様のまえへでるとうやうやしくおじぎをしていいます王様このウサギはわたしのしゅじんカラバこうしゃくからの 贈り物でございます「カラバ公爵というのは猫がいい加減に自分の主人につけた名前ですが王様はそんなことは知らないものですからそれはそれはありがとう。ご主人にどうぞよろしくお礼を言っておくれ」と言いました。猫は うまくいい,い、ったわと心の中では思いながら「はいはいかしこまりました」とぴょこぴょこおじぎをして主人のもとへとかえりましたそのあとにまた猫は今度は麦畑の中にかくれて霊の袋を広げて待っているとやまどりが2はかかりました それを庭ともつかまえてうさぎと同じように王様のところへ持っていきましたそれから2月3月の間カラバこうしゃくのおつかいだと名乗ってはいろいろと狩り場の獲物を王様へ送りましたそしてそのたびに猫はお金をいただいたり お酒を飲まされたりたっぷりおもてなしを受けるうちにだんだん王様のお城の様子がわかってきましたある日のこと猫はいつものように狩り場の獲物を送りに行きましたすると話のついでに今日王様が 美しいお姫様を連れて川へ遊びにお出かけになるということを聞きましたそこで猫は急いで主人のもとに帰り話しました「旦那が私の言うとおりに何でもなさればあなたは幸せになりますよ」「それも大して難しいことじゃないんです」 旦那はただ今日川まで出かけて私の教える通りのところへ行って水を浴びてればいいんです。そうすればあとは私がいいようにしますからね。末の息子はそう聞いても何が何だかちっとも訳がわかりませんでした。でも 猫の言う通りにしましまたさてちょうど猫の主人すなわちカラバ公爵が水に浸かって体を洗っている時そこへ王様の馬車が通りかかりました。